4月の14ですね。いや進まない。なので、はい。まあ本来15にはオープンしてたような気がするんだが、まあ気のせいですね。はい。まあ大体ここら辺まで進んで、今日は台所ここら辺やっていきますね。まず給湯器から外しますか。はい、みずろぶです。今日はですね、台所の方やっていきます。台所まあこれで片付けられればなっていう感じでしたね。でまあリアルな話、この給湯器ね、ヤフオクとかに売ってるんだけど、まあ、なかなか売れないっすね。まあ、2018年でもう4年経つからかな、それとも売り方が悪いのかなって思うんすよね。まあそれはさておき、まあめんどくさかったらくず鉄やぶん投げます。まあ、とにかくこの台所は結構時間かけましたね。床、あとは壁、隙間と、ちょっと白蟻をが値段食ってたから、まあ時間かけて正解でしたね。はいはい。まあこれガス塞ぐんだけど、これ水道の線のやつがなんかジャストフィットするんで取り付けていきます。でもなんかガスもガス漏れしないように防水テープをつけるんですけど、ガスは契約する気ないんで防水テープなしでいきます。どうせガスが今ありません。はい。でこれガスはもう使う気ないんで外しちゃおうかなと思ったんですけど、これガス会社所有のもんだから、あれ勝手に外して売っ払うとかやっちゃダメらしいっすよ。くず鉄屋に持ってっちゃうまあ当たり前だよな。でもこれガス何年使ってないんだろうな、5、6年だと思うんですけど、2、3年、まあ実質2、3年か。でもなんだろうな、ガス管ついてないんですけど、ガスの線を塞いだときに一回開けたんですよ。でそしたらなんかガスの匂いめちゃくちゃしましたね。だから多分ガス管がなかったとしても、なんか残留物じゃねえ、残留、なんか管の中にはなかなかいい濃度のガスって入ってるようですね。なんでこれはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。であとこのなんだろう、ガス給湯器は多分ガス会社が設置してくれたと思うんですけれども、まあ、あれっすね。外しづらい。まあまあ、外せないっすよ。ネジとボルト外しちゃう。もう別に外れんじゃねえのって思ってはいたんですけど、なかなか外れないんですよ。まあ、ネジが錆びてて動かないとか、立て付けが悪いんですよ。そもそもワッシャーとかの。だからそれがね、めんどくさい。本当にめんどくさかった。いやでもまあ、チクフルって言ってもね、チクフルすぎる物件は買うべきじゃないっすね。正直。で、やっぱり思ったんですけど、全部木枠なんですよ。窓が。鉄のサッシじゃなくて。木枠の窓に、鉄をね、打ち付けて、レールを打ち付けて作ってる感じなんで、これ窓をリフォームしたらもっと新しく見えるんでしょうね。はい、はい、今日7月14です。本来予定であればね、明日がオープンしてるはずなんですけど、このざます。はい、まあ、いろいろやることはあるんだけど、やらなくちゃいけないことだし、スペースがないんですよね。まあ、こうやって散らかってるとやっぱりね、頭の中もこんがらがってくるから。ちょっと一旦整理しないとダメだね。うん。で、あとはもうオープンまでどうやって踏ん切りをつけてやるかだよね。そこの基準が曖昧だから、まあ多分こんななってんだなーっていう感じですね。なので、はい。まあ一応そんな感じ。今日はもうここまででいいや。で、午前中はちょっと二日酔いで。もう物事が進まないストレスでイライラして結構飲んだくれたりしまってたので、前日頭痛で死んでました。頭痛プラス暑いからその脱水になってて死んでましたね。はい、なので、はい、まあ、とにかくぼちぼちやっていきます。とりあえずやることリストまとめて、それをどんだけ時間かかってもいいから一個一個だけ潰して休んで潰して休んでっていうのをやっていこうかと思います。はい、こんな感じです。
と、まあ、DIY はこんな感じですね。まあ、今年こそはオープンしなきゃっていうので、4月からやってました。で、まあ、今は彼、プレオープンしてます。まあ、10月20日までプレオープンはしてます。概要欄に家賃とか書いてありますんで、もし内容が、もしツイッターからですね、内覧とか、まあ、ちょっと冷やかしに行きたいとか、いう人はツイッターから DM ください。まあ、こんな感じで頑張ってました。バイバイ。